京都縦貫道ってどっから行ったらいいんだ俺分かってねえんだよ。これで分かる？京都縦貫道は左ルート入ってないとダメなんだ。お、オッケー。危ねえ危ねえ。
にゲートはなくなんですね。おで、中岡京、ここから、京都縦貫道ということらしいです。ちょっと、ジャンクションは癖ありましたけど便利ですね。これで綾部の先ぐらいまで行けるんですもんね。あれ11時、ちょうど12時前ぐらいに出ましたよね。11時56分とかって言ってましたよね。出たのか。ですから休憩挟んで2時間で京都にいるんで、そう考えると、京都、草津線使って、あの関西本線草津線で行くっていうルート、やっぱ便利っすね。自分で運転せずにあれ行けるのが楽ですよね。まあ結局動画回すっていう取れ高こと考えると、やっぱこっちの方がいいですけどね。はい、走りやすい。くっつかける
では出れないんですね。で、大原の、まあ、京都市街だとここが近いですよということなんですね。まあ、大体京都南板あの辺りで降りて使っちゃいますもんね、普段は。あっちから行くとね、大原のの出口がここで、ちょっとトンネルの出口からここだけ広げてね。なるほどね。大原、まあ、まだまだ先なんでね、うちは。あれ、パーキングエリア情報、ゲスト情報がないのか、ちょっと気がかりだけどね。そろそろ出てもいいよ、案内ね。うん、でこれ、あれね、次、合流が入ってきたらね、入ってきたところは、先ぐらいね、あるのかな、案内が。それともあれかな、メーニカンみたいなオチかな、うん、大丈夫か、これ。ダメよ、一回休むよ、あと京都のね、やっぱ、美味しい食べ物食べたいよ、うん。下に降りてももう営業してないの分かってますかね。夜中の2時ですからね。うん、し、ここはさすがに使っておいた方のが全然距離感が違うんで。18切符の方が安い。あれになってますけど。